皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。本日は恵みの雨ですね。こうやって雨が降り、徐々に春になっていくのですかね、店舗の方でもですね、このように座禅草、水芭蕉だけでなくですね、八重咲き姫流金花であったりとか、こちらの方ですね、水生植物ではないんですけど、まあ山野草ですね、そういったものもこのように販売いたしております。本日は何をさせていただくかと言いますと、熱帯睡蓮ですね。去年の冬でしたっけね、冬の間に開花できないかということでスタートさせましたが、一体現在どうなっているのか、これからどうしていくのかっていうところをやっていきたいと思います。それではこちらです。このように最初はね、室内で展開していたんですけど、思うように育たなくてですね、ちょっと暗くってですね、あそこのやっぱりね、温室といってもこう上にね、遮光しているようなところしかやっぱり光不足が否めないというような感じで、はい、全く水中葉から一切成長しなかったんですよ。暗くてね、やっぱり育たなかったんですよね。ですから場所を移動することにしました。そしてですね、熱帯睡蓮移動した先がこちらですね。直売店のね、水生植物が入っているハウスの中のじゃんじゃんじゃん、こちらですね。一時はね、葉が5枚ぐらい出てね、水面に到達するぐらいの勢いだったんですけどね、残念ながらね、現在がこのような感じですね。そうなんですよ、全然ね、大きくなってないどころかちょっとちっちゃくなっちゃったって思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、本来でしたらね、本日うわー咲きましたおめでとうっていうね、動画撮りたかったんですけど、なかなかね、今ご覧の通りの状況でして、これからね、もう一回一からやり直しみたいな感じになりますが、冬がね、終わっちゃいそうですけどね、再スタートしたいと思います。ここからはですね、冬に咲く花はあるのか続編。冬に咲いたらいいなっていう感じの水草、水三差しですね。こちらの現在の様子、ちょっとまたちょっとだけご紹介いたしますね。こちらがですね、水三差しですね。やっぱり葉っぱはこう寒さに当たってるせいか元気ないんですよね。どんな感じかな。ただですね、前回もそうでしたが、下から新しい葉っぱがね、いくつも上がってきてますよね。ですからこんな、まあ、冬のね、寒い時期でも、成長、お、ちょっと待って、これすごいですよ。これはね、新しい根っこがやっぱりこう鉢の外まで出てきてますね。これは確実に成長してます。しかもですね、これちょっと花芽じゃないの。やっぱり冬に咲く花、水三差しじゃないですか。これちょっとね、葉っぱの芽と違う感じのつぼみのようなものがこう地中から上がってきているのが見えますね。ちょっとこれね、動画だと撮りにくいんで、ちょっと写真で撮りましょうか。こちらの方がですね、新しい根っこですね。で、次にこちらが葉っぱの芽、どんどん上がってきてますね。そしてなんとこちらが、きっとね、新しい花の芽だと思います。これからが期待増ですね。はい、ということで、熱帯睡蓮がですね、非常に、まあ、あまり成長してないっていう状況で、ね、望み薄いなって感じではあるんですが、きっとね、促成はできて春には開花するんじゃないかなと思います。期待がね、ちょっとあまり持てないなって言ってた水三差しがですね、今日見たら、これね、葉っぱは調子悪いんですけど、でも新しい葉っぱも出てきて、で、このね、根っこも出る。まだちょっとね、つい最近まで氷何回も張ってて、こんな状況でさっき見た画像、おそらくつぼみだと思うんですけど、水三差し意外と期待できるような感じになってきて、これからが楽しみですね。これからもまたちょっとね、しっかりと追いかけてご紹介いたしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。